エモエモ、こんにちは、エモコです。今回は AI で簡単に背景が描けてしまう NVIDIA Canvas という無料アプリを紹介します。このアプリは簡単な線や形を描くだけで AI がリアルな風景に変換してくれるすごいアプリなので、人物を描くのは好きだけど背景を描くのは苦手という私みたいな人でも綺麗な背景が描けてしまうのではというわけで、実際に使ってみたいと思います。まずは NVIDIA Canvas をダウンロードします。このアプリは高性能なパソコンじゃないと動かないようなので、ダウンロードページのシステム要件を確認してください。私のパソコンじゃ使えないよという人は GoGAN2 という似たようなウェブサービスがあるので試してみてください。リンクは概要欄に書いておきます。それでは NVIDIA Canvas に戻ります。ダウンロードしたファイルをクリックしてインストールするとアプリが起動しました。カラーパレットの位置が分かりにくいですが、上の四角いカラフルなところで色を変更できます。適当に選んで左のキャンバスに描いてみます。わーすごい。左に描き足していったらリアルタイムにどんどん右の絵が変わっていきます。この四角の中にある小さい絵でどんなブラシか分かるようになっています。カーソルを近づけて少し待てば何ブラシかということも表示されます。右のキャンバスに直接描くこともできます。適当に描きすぎると不自然な絵になるので、バランスを見てアンドゥーしながら描き足していきます。右下にはレイヤーもあるので、手前と奥でレイヤーを分けて描いておくと後で修正しやすくなりそうです。右側のスタイルの画像をクリックすると写真の雰囲気がガラッと変わって面白いです。夕焼けや夜空、晴れた昼、モノクロなどいろいろあります。ニュースタイルから自分が持っている写真を追加することもできます。作った背景のデータはここで保存できます。私は後でスタイルを変えて画像を書き出すかもしれないので保存しておきます。その右隣で PSD または Bing で書き出しもできます。せっかくなのでクリップスタジオペイントで PSD を開いて先に描いておいた人物のイラストと合成してみます。背景が写真かなと思うぐらいリアルなので、イラスト調フィルターなどを使うといいかもしれないです。人が馴染むように色調整したり加工しました。完成。すごい。というわけで今回は AI を使って簡単に背景を作ってみました。背景を描くのが苦手な人もこのアプリで作った背景を加工したり参考にしながら描けば、ゼロから背景を描くよりも簡単に描けると思うので、よかったら使ってみてください。まだ作れる風景が限られていて、残念ながら街並みなどは作れないので今後のアップデートに期待です。このチャンネルはお絵かき関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人は、チャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。